日本製紙串路工場は、北海道串路市にあった日本製紙の製紙工場。2021年8月16日に、紙、パルプの生産を終了。2021年10月1日付で廃止された。串路では、串路湿原に近い天寧地区で1901年から、前田製紙がパルプ工場の創業を開始したが、販売不振と、工場設備の不備による創業部長により、 会社存続が困難になったことから、設立時から関係の深い富士製紙の出資する北海資料による救済が図られた。1906年に北海資料は親会社の富士製紙に吸収され、直営の富士製紙第4工場となるが、1913年1月4日、火災により全焼、創業を停止した。富士製紙は、 福路工場を着工していた富士製紙主会社の北海道工業を1919年3月に合併富士製祝白工場として1920年7月に創業を開始した1933年の旧王子製紙への吸収合併により王子製祝白工場となり1949年の王子製紙解体に伴う十条製紙への移管で 十条製紙釧路工場、さらに1993年の日本製紙、設立により、日本製紙釧路工場となった。2020年11月、日本製紙は串路工場での製紙事業を2021年8月に終了することを表明した。2021年8月16日に、紙、パルプの生産を終了。2021年10月1日付で、 釧路工場は廃止された。同日付で石炭火力発電を手掛ける日本製祝白エネルギーが設立された。従業員約500人のうち400人長が道内外の工場や事業所への配置転換となり、新事業所は90人規模となった。2021年10月1日現在、釧路工場跡地の活用については未定である。 工場は新釧路川の川口付近にあり、木材パルプの原料となるチップは釧路西港で陸揚げされ、全長約 3km のベルトコンベヤで工場内のチップヤードへ輸送されていた。再生パルプの原料となるコシは85%を関東地方より集荷し、製品を出荷した船便の袋を利用して輸送していた。生産に使用する 工業用水は新ンク川,川から最大21万6000立方メートル、日を取水していた。年間生産量は39万トンで、新聞用紙に特化しており、全国シェアの約1割が本工場で生産された。2012年8月には、東日本大震災の復興計画に基づき、約24億円を投じて、脱木コシパルプ設備、仕上げ設備などの改良を実施した。 富士工場で生産していたクラフト紙を移り賞最大で5万2千トン、年を生産。また、2012年10月には約22億円を投じて、クラフトパルプ設備などを改良、日本初の既存生産設備の転用による妖怪パルプの生産を開始した。最大で3万トン、年を生産した。工場西側には、北海道新聞などを印刷している。 同心総合印刷串路工場が隣接しており、共通見学コースが設けられていた。各プラントの生産能力は、木材パルプ840トン、日、コシパルプ920トン、日であった。正式は3台が稼働し、生産能力は1260トン、日であった8号正式においては19年7月をもって定期の予定。北海道工場誘拐事業所の 新聞生産能力を同工場に転送する予定。ボイラー6貫、タービン7機により蒸気及び電力を自家供給していた。日本製紙は独立系発電事業者として電力卸し供給業事業に参入しており、本工場では工場敷地西側に火力発電設備を設置、発電した電力は北海道電力へ売電していた。 根室本線新富士駅への専用線が存在したが、1984年2月1日に廃止されている。新富士駅自体が、阿寒川の流走と馬車軌道で行っていた原料輸送を鉄道輸送に切り替えるために、富士聖市の陳情で設置された西岸駅であり、駅名の新富士も富士聖市に由来する。2006年7月の社内調査により、 ボイラー運転に関する電気事業法への法令違反、及び、釧路市との環境協定への違反が発覚した。一部のボイラーで、窒素酸化物、硫黄酸化物が基準値、届出値を超過していたほか、運転日報の書き換え、チャート記録不備なども発見された。2006年7月中に、基準値の超過が判明したものの、調査範囲の拡大と記録の不一致により、 データの整理と確認に手間取ったため、関係官庁への報告と公表は約1年後となった。再発防止策として、機器の調整、計測器の追加、運用手順書の改善などが行われた。アジアリーグに所属するアイスホッケーチーム日本製手クレインズのフランチャイズであった。2019年シーズンを持ち廃部が決定。今後の運営母体は、 東北海道クレインズに引き継がれることになる。また、活動拠点となる、釧路アイスアリーナのネーミングライツを2014年9月1日から2016年3月31日までの契約で取得しており、愛称は、日本製紙アイスアリーナとなる。2018年12月シーズン途中に、日本製紙のプレスリリースで、用紙生産事業において著しい収益悪化の、 合理化や釧路工場の溶質生産縮小の影響で1949年の十条生死アイスホッケー部総部以来90年の歴史に幕を下ろすこととなった。ありがとうございます。